有限会社伊勢文化社は、三重県伊勢市に本社を置く日本の出版社。雑誌、伊勢人の編集、発行などを手掛け、三重県の文化の発掘と発信を行う。タウン情報誌、伊勢島とその後継誌、伊勢人などを刊行し、三木本幸吉、竹内光三ら郷土の人物や伊勢春景、伊勢歴などの郷土の文化を多数紹介してきた企業である。また、 伊勢神宮を構成する125社を巡配する125社巡りを仕掛け、熊野古道の世界遺産登録に向けた関心が奈良県や和歌山県に比べて低かった三重県において熊野古道を三0県民に発信し、三重県側の古道が紀伊山地の霊場と山景道の一部として世界遺産に登録される原動力となった。編集員は20代や30代が多く、 女性や若者にも訴求する記事を取り上げることを目指している。旧本社の所在した伊勢荘、田山文化、館1981年に中村健一は、戸橋の出版社に企画を持ち込み、雑誌、伊勢島を創刊した。中村は、印刷会社で、ホテル、旅館のパンフレット等を制作しており、コピーライターの仕事をしていた犬順子と、 旅人と伊勢とを結ぶ雑誌ができないかと相談したところから伊勢島総監を決意した。当時の編集スタッフは3名だった。2年後の1983年に中村は独立、伊勢市に会社を設立した。当時の社名は伊勢島編集室であった。1991年には丹念な取材が評価され、NTT タウン市対象奨励賞を受賞した。 1997年、伊勢島が総監から100号に達し、12月15日に神宮会館で伊勢商工会議所会頭、浜田増谷や鳥羽商工会議所会頭、中村幸明ら約200人が集まり、記念パーティーが開かれた。この席で、中村健一は、翌1998年4月から社名を伊勢文化社に変更することを発表した。 2000年に雑誌名を伊勢島から伊勢神に改めた。2011年10月20日から10月30日にかけて伊勢神創刊30周年記念としておかげ横丁大国ホールにてふるさとをつなぐスタイル地域史の歩み企画展が開催された。2014年5月本社を伊勢総、田山文化、館から伊勢市選考に移転した。伊勢神は 伊勢文化社が観光する雑誌。総刊時は伊勢島であったが2000年により文化性の高い雑誌とするため伊勢人に開題した。定期観光を行っていた1981年4月から2007年8月までは各月間で交渉発行部数は2万部であった。伊勢島総刊の頃には伊勢島地域に同種の情報発信媒体はなく地元は 好意的に受け入れたという。当初は地元と旅人を結ぶ雑誌として旅行雑誌の形態を取っていたが、次第に地域文化を特集するようになっていった。1998年に伊勢文化社への社名変更と編集長の交代を機に、デザインの一新と編集方針の転換がなされ、第三種郵便物の認可を得た。伊勢人への解題をきっかけに取材対象を30県全域に、 拡大、三重県の歴史や文学、食文化などを取り上げてきたが、2007年の158号発行をもって休館とした。広告料の減収などが休館の理由であった。その後は不定期に発行を続けている。2010年からはフリーペーパー、伊勢人ニュースも発行している。伊勢島各地の宿泊施設や観光施設のほか、近畿日本鉄道の主要駅や、 東京大宮牛で配布し、伊勢文化社のウェブサイトでも公開している。ありがとうございます。